木口真子です。はい、昭和46年イノシシ年47歳です。よろしくお願いします。このいつも下から書くよ、はい、ここ結構上がるような人はここの下、この下のラインで書くよ。ここからです。で、まこちゃんはここの前頭の部分がちょっと普段見てるとこう離れていく感覚ってすごく見てるからって、鏡をこう下向く上にチェックを取って、あ、ここ書かなくていいの？ここ書いてないでしょ。角度によって写真って撮り方変わるから違うでしょ。 あんまり深く濃く入れてしまうとよれたりするから、ちょっと抑えながら、どちらかというと逆三角形の顔なんで、あお先にちょっと軽くつけて、年齢重ねていくとどうしてもどっちかなんよね、ふっくらするか、もしくはゲソッとするか、ぐーっとやって結構一回でこうね、ワイパーのようにつけてもらうと、簡単にしてそう、黒目の下にやると印象に、ここ。じゃあちょっと、この黒目の上、ここに、でもにっこり笑ってもらったら、上がる。この上がった位置を起点にしてこう。ちょっとポイントに、最小の作業で、でも最大のキュートさの印象はこれで作れる。はい、先月眉毛を変えていただいてから、また今日もアイメイクを教えていただいて、すごく印象が変わったっていう、私の印象が変わった、柔らかくなったというお友達が多くなって、自分も顔が変わることで気持ちも変わって、なんかふわんとした生活を送れてると思っています。で、皆さんも本当最初眉毛変えるの怖かったんですけど、変えることで本当1ミリ2ミリ変えることで、こんなに変われるならもっと早く変われたかったなっていうのがあるので、皆さんもぜひ眉毛を変えていただきたい、アイメイクを変えていただきたい、メイク全体も変えていただきたいなと思っています。